競技は男子 400m ハードル決勝が行われます。大会記録は52秒15。レーン内側より出場者を紹介します。第2レーン土屋光太君、浦和南。第3レーン山本康輝君、明日の東。第4レーン神崎陽太郎君、川口市立。第5レーン大沢光太君、佐藤。第6レーン加藤光太君、総合市東京市関連。第7レーン酒井雅美君、狭山経済西部地区チャンピオン。第8レーン広島彩斗君、星谷。第9レーン浦部翔太君、大宮東南部市チャンピオン。以上の試合の出場で男子 400m ハードル決勝です。